ウーバーしよう何食べるゴゴンってんもいい、ね、最高速度160キロであの会場まで40分か50分乗るから伝説の走り屋説唱えたいんだけど俺頭の中にもうワイルドスピードがずっとよぎってたの本当に電動キックボードはマジでムカつくめちゃめちゃオシャレして乗ってるやついるじゃんたまにセグウェイの派遣を取ったみたいな感じ <laughs> ウーバーしよう何食べる最近頑張ってるからウーバー頼みます 何食べたおっかあここ行って、うん、うん、ここっててもいいね。ホットモットとか食いてえな、久々に。ホットモットどう中学校の頃さ、部活で弁当でめっちゃ食ったけどさ、なんかたまに食いたくなるんやな。ホットモットにする。でも、舐めてるよ。ホットモットウーバーになったら、唐揚げ弁当900円なんだけど。こんなもん今、ホットモットって。高くねえ、ホットモットって、600円ぐらいで食えるくね え高いよなうわ、やめよう。なんか、クソなえた。高すぎて。モスーバーガー。じゃあもうみんな、もう一致団結して。もう今もう、なん、全部行きたい。ケンタ行くか。ケンタッキー頼みます。じゃあケンタッキーフライドチキンの、まあ、一旦、トクトクパックを入れて、肉は4つでいいとして、ケンタツキミを頼みます。はい。注文しました。でも、東京に引っ越してきてさ。 だんだん最近さ、次どこに住もうかなって気持ちがあるんだよな。なんか、マジ、2年か1年か1回引っ越していきたいわ。引っ越しめんどくさい。え、嘘俺でもあんま物ないから俺引っ越し楽でいいんだよな。ていうか、引っ越してさ、なんかその、新しく物をさ、入れ替えるチャンスじゃん。それが好きなんだよな。で、俺東京に来てから車買おうと思ったんだけど、マジやめようって思った。ってか、東京でタクシー乗ってたら、ってか聞いてやん。 今だから話すけどさあの TGS あるじゃん TGSTGS のさ行きのさタクシーでさやばいタクシー乗ったの俺が住んでるところの目の前にタクシーが止まってて個人タクシーだったのねでお願いしますって乗って TGS のところまでって言ってで最初は普通だったのそしたらさ首都高を乗った瞬間さ150キロぐらい出し始めてさその車 で俺もう怖すぎてそれがあまりにももうマジでこの速度でこいつがしかもやばいのがこういう運転こういう運転みたいなでもうトラックとかにパッパラパーって鳴らされてんので俺もうこれで俺死んだらその証拠もなく終わっちゃうって思って俺さちゃんとさ動画撮ったんだよ もし死んだ時に証拠になるように後ろから車のメーターを俺写真撮ってんちょっと待って、ね、見せるわこれ最高速度からさちょっと速度どんどん落ちていってんだけどさ見てこれ145見えるわかるちょっと待ってほらほら160いって今だって思って撮って速度落としてる間が100ヤバくない後ろで乗っってる時ずっとず ちなみに145じゃないよ最高160キロね最高最高速度160キロであの会場まで40分か50分乗るからもう気が気じゃないのずっと死ぬんだ俺って思いながらえしかもなんかもう見た目がオールバックもう目こんぐらいもうでっかい目で,でなんかもうバリバリですみたいなで俺が乗った時にこうやって満冊数えてたこうやって。 え、でも、明らかに、その、タクシーじゃないでしょみたいな内装をしてた。そう。g o タクシーじゃなくて、目の前にいた、タクシー、あお、乗れるじゃんって言って、バッ、乗ったら個人タクシーで。でもなんかね、めっちゃ良かった。なんか、すごいよ。なんか、マジでいい車で、なんか背中から風が来るタイプ。あれ、本当に俺も死んだと思ったね。あの日は。元首都高の走り屋いや、でも、その説ない。え、俺マジで、伝説の走り屋説。 唱えたいんだけど俺いや、まじ、いや、動画撮っとけばよかった、マジで。ドラテク・どうだったえ、だからやばいんだって。こそブーンって行くじゃん。目の前に来たら、フューンって避けて、で、こっちの抜かされたトラックがプップーンって鳴らして、フーンって、また高軌道に戻って、で、目の前に誰もいなくなると、うーんってめっちゃ速度上がっていって、俺が、<laughs> ってなるって。で、もう俺も、やばい、俺、これ、マジ死んだら、死んだら絶対こいつのせいだから、 もうマジタダでやしなねえぞって思って,こうやってバレないように拡大してでさっきの140キロをどうにか写真に撮ったのでも最高160出てた俺見たもんあいつマジで160出してただから160まで撮れればよかったんだけど今だとバッて撮ったらもう拡大してる間にふーとって落としただ俺が撮ったのが分かったんだろうね 俺が携帯出した瞬間、こうやって速度を落とし出したからえ。もし事故ったら両方エンドで、いやでも両方エンドだけどさ、どう死んだかどうかや,やりたいじゃん。え、だから俺マジで、その、もう頭の中にもうワイルドスピードがずっとよぎってたの、本当に。え、だってワイスピードってさ、簡単で200キロとか300キロとか表記あるじゃん。無理よ、俺160キロで死ぬって思ったもん。で、帰りもタクシーに乗ったんだけども、帰りはゆったり。100キロ、90キロでブーンつって。 もう寝たもん俺こうやって、つって。寝れた。もう朝、しかも朝にさ、俺寝たかったのにさ、そのマジで爆走タクシーのせいでさ、寝れずに会場着いてさ、最悪だったわ。マジ、最近だけどさ、なんかさ、もうチャリのくせにさ、なんかもうこぎも、こぐことさえもしてないさ、バイクみたいなので、めっちゃ移動しないあれ、なんなんあれ、ずるくないあ,あれ、あれでノーヘルで。 あれ何な,なん,なんしかもなんかああいうの乗ってるやつなんか大抵なんか俺行けてますよみたいな顔して乗ってんだよなやばいぞあいつらの速度ブッシュってそれで歩道を走ったりしてるからねたまにあれ現地扱いなんだえじゃあもう現地乗ればよくねあれ何な,なのあれの利点教えてや電動キックボードはマジでムカつくほんとにタクシーの運転手がいつも文句言ってる邪魔くマックスつって ループ乗れない多分俺2台2台借りなきゃいけない多分両手に両足に両足にこうやって2台でブーンって言うから料金かさむから多分タクシーの方が安いかもえでも電動キックボードはなんかシャツとか半,半ズボンでパーって乗ってるならいいけどなんかめちゃめちゃおしゃれして乗ってるやついるじゃんたまに女の人でバサ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 ーってしながらみたいなそんな,な,なんなんなんで乗るんだろうって思うんだよなあれ なんか電車みたいにさ、自分家の前にバッてきて、ブーンって行くみたいな機能ないかな田舎だから実物見たことない。まあ普通になんかキックボード、なんかもうキックし、ボード、ボードに乗ってるやつがいるだけ。ウィーンって。だからあれよな、セグウェイの派遣を取ったみたいな感じだからセグウェイはああなるべきだったんだけどな、乗りづらさで。 乗りづらさでセグウェイは布教できなかったからなまあでも東京に来てマジで便利なものしかないなって思うわどこ行ってもまず人の多さに驚くとりあえずこの前いたんだよな配信者にならなかった世界線の俺みたいなやつがいたんだよな逆だったかもしれねえみたいなマジで誰でもいるいるんだよ本当にそういう人が